日程第11、議案第59号、指導路線の認定についてから、日程第13、議案第61号、指導路線の変更についてを議題といたします。本案については、第一委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。議案第59号から議案第61号までの3議案について、第一委員会委員長、青木康議員。それではただいま議長から報告を求められました議案第59号から議案第61号までの3議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。議案第59号、指導路線の認定については補足説明はなく、認定の理由についての質疑があり、腰下田の都医高齢者能力開発センター及び西伊豆眼科が立っているところで、もともと市の私有地だったところを建物の接道要件を確保するために指導認定するものですとの答弁がありました。質疑の後討議討論はなく、採決の結果議案第59号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第60号、指導路線の廃止については補足説明はなく、路線廃止された土地はどのように所有者に権利が移転するのかとの質疑に対し、3路線の廃止のうち能代2号線は現在行われている国土調査の過程でもともと個人の土地を指導認定していたことが判明したため路線を廃止するもので、所有権は元から所有者個人の方にあって、そこは一貫して変わりなく、地籍図と地籍簿の上で道路だった部分が国土調査法の手続きの中で個人の方の土地になりますとの答弁がありました。質疑の後討議討論はなく、採決の結果議案第60号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第61号、指導路線の変更については補足説明はなく、道路の付け替え部分の確認の質疑があった後討議討論なく、採決の結果議案第61号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決定しました。以上で議案第59号から議案第61号までの3議案について委員長報告を終わります。